今年秋に皇室で行われる新嘗祭に、阿蘇市から米と粟を献上することになり、令和2年4月12日、阿蘇市山田の建国殿で、田を清める清払い祭と、種をまく播種祭が行われました。神事には、阿蘇市建国事業推進協議会や栽培者らが参列して行われました。まず、栽培する田を清める清払いの神事が行われた後、阿蘇市建国事業推進協議会会長の佐藤義興市長、栽培者の大田黒元義さん夫婦らが、阿蘇コシヒカリの種もみをまき、玉串を捧げて豊作を祈願しました。今後は5月10日のお田植え祭で田植えを行い、9月上旬の抜き穂祭で収穫される阿蘇コシヒカリ 1.8 リットルと西原在来の阿波 0.9 リットルを皇室に献上するということです。今日のですね、名誉ある作付に選ばれたということは本当に誇りを持っておりますし、秋の収穫まで最後までですね、気を抜かないで立派にですね、作付けして収穫になるように頑張りたいと思います。